今日は、ぶりっコや上司にこびる人の本音について話をしていきます。あなたの周りに上司にこびる人やぶりっコはいませんかこれは、仏教では季語と言われ、重悪と言われる悪いことなのです。自分には関係ないと思う人もあるかもしれませんが、 自覚なくやっている場合もあるので知らずに悪を作り続けることのないように季ごとはどんなものなのかまたなぜ悪なのかを見ていきましょうブリッコというのはかわいいふりをして男性にこびる女性のことを言われますブリッコは男性の前に行くと 自分を可愛く見せるために態度が表現します。純朴そうな表情で、目は上目遣い、口はアヒル口で、声はアニメ声で、私わかんない。へえ、そうなんですか。すごーい。と言います。ですがそれは、 男性にモテるために演じているだけなので裏表があります。裏では低い地声でそんなことくらい知ってるよ。うざい全然大したことない。と普通に言い放ちます。もともとの性格は冷たいのですが男好きで男性にモテるために 男性の前では、うぶでかわいいふりをしているのです。ですが、ぶりっ子は男性には受けがよく、本人も高度なテクニックを使っているため、男性にはあまりばれませんが、女性たちにはばればれで嫌われています。ぶりっ子は、思ってもいないことを言って、 男性を自分の意のままにコントロールするための嘘なのです。男性の場合は、ぶりっコに似た言動として、上司にこびる人があります。上司にいつも近づいていって、食事について行ったり、いいネクタイですね。イタリア製ですかと言ったり、 一緒にゴルフに行くと、上司のプレーが大したことなくても、ナイスショーと拍手喝采します。上司に対しては、とても腰が低く、いつも調子を合わせるイエスマンで、もし何か言われれば、やる気がなくても、はい、承知いたしました全力を尽くします はぎれよく返事をします。それでできない場合は、後で何かと理由をつけてやり過ごします。それでも言われた上司は気持ちがよく、それほど仕事ができなくても、こびる部下を可愛い奴だと思って出世させます。ですが、こびる人が 腰が低いのは上司に対してだけです。出世すると、今度は部下に対して、自分がやってきたような腰の低い態度を求めて、傲慢で偉そうな態度をとります。出世や権力を求める欲望から、力のある上司に媚びへつらう権威主義者なのです。 ですから、こびる人は、上司には可愛がられていますが、部下からは嫌われます。このような、ぶりっ子やこびる人は、なぜ嫌われるのでしょうか。もちろん、相手の幸せを願って、相手の素晴らしいところを褒めるのは、とても良いことです。ですが、ぶりっ子や、 こびる人は、それとは正反対です。ぶりっ子なら、そんなに可愛い性格ではないのに、男好きで、男性にモテたいという欲望から、本来の性格を偽って、可愛く演じているだけなのです。上司にこびる人は、自分にそんな能力もなく、 上司に対する忠誠心もないのに、出世や権力を求める欲望から、心にもないおべっかを言って、上司を自分のために利用しようとしているのです。相手のことをすごいと思って称賛しているのではありません。このように、自分が得をしたいという自己中心的な欲望で、 相手を自分の思い通りにする下心のために本当は心にもない嘘をついているのが問題なのですこのように自分のために心にもないおべっかやお世辞を言うことをブッダは季語と言われています仏教で十種類の悪い行いを十悪 と言いますが、その一つです。そして、人間の口は、季語で燃え盛っていますが、季語を言うと、苦しみの世界に向かい、言わなければ、良い世界に向かうから、季語をやめなさいと、お経に教えられています。ですが、私たちは、自覚もなく、 どれだけ季語という悪を作っているか知れません。例えば、知り合いが赤ちゃんを連れているのを見ると、かわいい赤ちゃんですね、と言って褒めます。ですが、家に帰ってくると、家族に、ねえねえ、あそこの子供見たひっいよねどっちにいたんだろうね。 あれだと将来どうなっちゃうのかなぁ、と言います。また、職場の先輩が髪を切ると、いやー、素敵ですね。すごく似合っています。と言って褒めますが、家に帰ってくると、余計に老けたんじゃないとか、センスなし、と言います。他にも、得意先や目上の人に対しては、 いつもお若いですね。全然変わりませんね。いつも元気ですね。と言います。ですが、家に帰ってくると、あの人最近急に老け込んだよね。急に20歳くらい年取っちゃったみたい。息子さん結構やんちゃだって言うし、苦労してるのかも。 喋り方もゆっくりになっちゃって、そろそろ危ない感じ。もう長くはないかもね。と言っています。人間関係を良くしたいという自分の都合から、思ったことと全く逆のことを言っているのです。そんな自分のために人を騙すのは悪いことですから、季語を言うのではなく、 相手の幸せのために、相手の本当に良いところを見つけて褒める。そうすれば、相手を騙すこともなく、人間関係もいい状態に保てます。このように聞くと、自分は正直だから季語なんかやってない。そんな人を騙そうなんて思ったこともない。という人がありますが、 それは自分の心に気づいていないだけです。心がけて相手の長所を見つけて褒めるようにすれば、どれだけ自分が季語ばかり言っているかわかります。自分のことはよく思えても、他人のことをなかなかよく思えません。仏教は法教と言われるように、 真実の自分の心の姿を映す鏡のようなものです。仏教を聞いて、教えの通りに進んでいくと、今まで気づかなかった自分の心が照らし出されてきます。仏教を聞けば聞くほど、自分の姿が知らされていき、最後、自分の姿がはっきり知らされたとき、 本当の幸せになれるのです。私たちが本当の幸せになるには、自分の心がはっきりと知らされていなければならないので、ブッダはこのように私たちの本当の姿を教えられているのです。では、どうすれば本当の幸せになれるのかについては、 仏教に教えられていますので、ビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。